になりましたね。はい、あ、改めてじゃあ皆さんもほらカメラいっぱい向いてますから、はい、そうですね、ご紹介をどうぞ。どうも、京都府福知山から来ましたゴーヤ先生こと似顔織小八郎です。よろしくお願いします。どうも。で、似顔織小八郎の妻の花子です。ちょっとね、ママゴーヤは恥ずかしがり屋さんなんだよね。そんなことないより。本当に、うん、そっかそっか、うん、今日はね、何しようって思ったけど、はい、何もすることないの。してください。いつもはダンスを踊ったりとかいろいろしてるけども、うん、ね、昨日もえらいことでね、放送事故かと思うよね。いや、そう、放送事故だくらいね、もうずっこけちゃってね。だって後ろでじゃあとりあえず半分グダグダ喋って、うん、後半踊るわみたいな、うん、そんな打ち合わせありますか？うん、それはやっぱりミッチーさんぐらいになるとさば、うん、けるかもしれないですけど、まだみんなにできるんだよね。まだ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 ですよ。そうそう、あのね、このステージを極めてまなみんを福知山に呼ぼうかなと思ってね。本当ですか？うん、ミッチー首、怒られますよ。え、本当に、あ、じゃあミラクル司会に。あ、本当ですか？こんな贅沢なことできるかな。福知山お金ないからね。いや、駆け癖いくんでお願いします。ぜひ呼んでください。これ、これがいるから。これ、これ、そんなやらしいのやめてください。まあ、これ良い、良い子も来てるのもやめてください。ちょっとそれはね、生々しいからね。そうですね、それも今度夜お話しするとしまして、はい、どうですか、昨日からこのイベントを参加していただいて楽しんでますか？暑い暑いとにかく暑いよね、皆さん ね、 そ う、 ね、そうなんですよ。あ、でもさ、ここ緑のカーテン、そこにすごい大きいのがあるよね。あったあった、昨日ね、ここを、うん、あの帰るときに、うん、東京タワー、東京タワーだよね、東京タワーって違う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 、スカイツリー、スカイツリー、スカイツリー、うんうん、ごめんね、田舎者だからね、先生ね、違いがよくわかんないの。ね、スカイツリーのこの斜めになってるところ、うんうんうん、ここに緑のカーテンがこうやってシャーってこうかかって、うんうん、おー、やっとるやっとると思ってね。あれですね、ゴーヤ先生たちもあのおすすめしている緑のカーテンですね。そう、うん、そう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 、ゴーヤ先生はね、ゴーヤを窓際に植えて、うん、カーテン状に育てることによってできる緑のカーテンを、うん、本当に小学校に行って教えている先生に、うんうんうん、こう見えてエゴキャラです、うん、そうなんですね。どう考えても違うけどね、うん、なんかたまに何なんだろうってなんか振り返るときありますよね、うん、こうやってぐだぐだ喋ってみたりね。あのね、うん、チャラいの最近、うん、チャラいって何、チャラいって、チャラいってどういうこと、うん、あのね、おしゃれのくーちゃんと、うん、ゴーヤ先生が、はい、まあ、ツートップぐらいで違い感じかな、キャラ界で ね、 ね、これよく言われるけど、うん、先生、どう、チャラい、皆さんどう思います、手挙げてますよ、真ん中のお姉さん。あ、チャラいんだって、やっぱり、うん、拍手してる人もいましたよ。そうなの、チャラいかな、チャラいよ、チャラい、チャラいかな、チャラい、でもチャラい、チャラいってかっこよく言わないですよ。チャラいけど、でもキラキラダンス好きですよ、私は、ゴーヤ先生の。え、プリピア、プリキュア、プリキュア、プリキュア踊れるんですか？今日はやらないですね。今日プリキュアやらない。うん、今日はやらない。見たかったな。とりあえず先に踊っちゃおうかな。あ、そうしますか。踊りました。はい。はい。ではですね、ダンス、いっちゃっていいですか？はい。はい。では、ミュージックスタート！緑の階段行ってみろりー！まだね、これ拾って。はい、了解です。歌っちゃおうりよー。手出して盛り上げていきましょう。はいはい、
二人のダンス初めて見たんです。こういうなんか真面目なやつ、うんうん、途中でなんかアソーレとかなんかすごい陽気な合いの手入ってたのどっちですか。はい。すごいそれ楽しかったのと、あとすっごいなんか超音波みたいなハイトーンボイスどっちですか。ハイトーンボイスはママ、すごい美声でしたね。ありがとうございます。そこの2つのポイントに私はキュンとなりました。ありがとうございます。さすがですね。昨日はね、ドスベリしたからね。ロープ漫才やってね、滑ったの。そうそうそう、ね、それをここでやるのはね、勇気がなかった。あ、すごい。そのね、勇気は新庄君にぜひ伝えてほしいですね。新庄君、昨日向こうで失敗してミッチーさんの右腕へし折ったらしいですけど、それもう一回ここでやりましたからね。あ、そう、そう、反省なしでここでやったんで。あ、そっかそっか、ね、まあ、でもその漫才見たかったです、また。あ、はい、ちょっとやろうか。あ、本当ですか。見たいですよね、皆さんね。やめとこう、ね、やめとこうよ、ね、あ、皆さん、知ってますか、あの、スチーの吉野ってやつ知ってる。ドリル戦の会ってやつ。あ、やっぱ知らない。だってね、あんまり吉本の文化がね、やっぱりね、やっぱ関西に、なるほど、そこからスタートがまずあれだったのね。そう、チョイスが。あ、なるほどね。あのね、やっぱりね、乳首をね。ほら、なんて花子、それは言うたらあかん、それは言うたらあかん、この場では。ゴーヤ先生のね、乳首はね、ここの辺よね。ちょっちょっ、こんな花子、何の話、講習の面前で先生の何ビーチクはどこだってほら誰か止めて、すなすなって言わない。警察呼んで、警察呼んで。そんな感じのことやりましたね。やったんだ。でもすごい楽しかったんで、またぜひじゃあネタが出来上がったら見せてくださいね。あのね、画伯がね、小林画伯がね、そう、ネタ書いてくれるって言ったの。ドスベリしたおかげで、あ、なるほど。なのでね、本当に夫婦漫才師目指すかもしれません。あ、本当ですか。お、ザ漫才的な。イエッ。お、ねえ、いつか出るか。五八郎&花子、エマ花子&五八郎、どっちでも。そんな感じ。あ、なるほど。さあ、お時間がですね、はい、結構いい時間になってきたんですけど、はい、何か言い残すことはございませんか。ちびゴーヤー帰るからね。あ、そうですね。昨日今日もお会いしてないですね、そうかそうか。なんかね、この暑い季節はね、夏季休業中。あ、そうだ、夏休みってことです。夏休みね、ちびゴーヤちゃんね、活動するとぶっ倒れるから、ちょっとね、魂のね、体力がないのよね。何の話してるからね。何の話、魂、魂の話、もう魂とか乳首とかいいですよ。はい、もうお腹いっぱいなんで、じゃあそろそろ終わってもいいですか。ファンの皆さん、はい、そう、一言どうぞ、はい、ごきげんよう。みんな、もし福知山に来る時があったら電話して電話番号知らんちゅうねん。知らないなと思ってツイッターで教えてね。あ、そうね。じゃあね、みんな、ありがとう。ありがとうと言いたいところですけど、これ置いといていいんですか。かぶって帰ります。あ、マナミかぶせて。はい、わかりました。初めてだけど上手にできるかな。できるよ。最近ね、めったにかぶらないの、この帽子ね。そうなんですか。こんな感じで、ちょっとね、いいですか。頭良さそうに見えるでしょ、この人。大丈夫ですか、これで。ほら、かっこいい。じゃあ最後、お二人でせっかく来てくださったから、スカイツリーをバックにお写真なんかどうですか。スカイツリーはどこ。どっち。後ろ。どっち。こっち、こっち。あ、じゃあこの辺に座ればいいかな。そうね、こうですね。そうですね。あ、逆に行けますか。前に来てからの皆さんがこう下から煽るとちょうどすみません。こう撮れてる。いいんじゃないですか。あら、イケメン夫婦ポーズ、ふりあ、いい感じ。じゃあ、いいお写真が撮れた方はぜひですね、また小屋先生に報告をお願いしたいかと思います。ツイッターでアップ待ってるよ。ちびゴーヤのこともよろしくりね。そうですね、またぜひちびゴーヤともスカイツリー遊びに来てくださいね。そう、こっち、それはそう、右側もちょっと見えるかしら。ママゴーヤもそう、お二人気をつけて、落ちないように気をつけて。のれんみたいよりね、この帽子どこかな、大丈夫かな。いらっしゃい、それだかな。はい、後ろの方も大丈夫ですかね。はい、ではお時間が来たみたいです。今日も福知山から来てくれました。ごやせさとママゴーヤに一枚で大きな拍手をお願いします。わっちょーい、わっちょーい、楽しかったです。またお会いしましょう。ありがとうございます。愛してるわ、マナミ。ありがとうございます。こんなにマナミマナミ言ってくれたのは初めてかもしれません。マナミありがとうございます。自分でも名乗るのよく忘れるんで、はい、ありがとうございます。なんでもない。はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。またね。
かよく喋りましたね。なんかでも